海外社のデモに参加する、ありかど大輔、ありかど大輔とは、日本の行動する、保守系活動家。2003年から2016年まで、特定非営利活動法人、外国人犯罪追放運動の理事長。維新政党、新風で、東京都本部広報委員長を務めた。大阪府八尾市出身。何わ工業高等学校卒業。エレベーターの保守管理会社。 警備会社などに勤めた後に21歳で上京した、幼少の頃より将来は国を守る人物になることを望み、子供の頃に憧れていた職業は、警察官、自衛官であった。青年時代以降国家社会主義者の瀬戸博之をしと、仰ぎ深い関わりを持っており、20代の大部分を瀬戸と生活を共にした。外国人に対しては、厳しい概念を持っており、不良外国人は、 もちろんのこと外国人労働者も日本には不必要であるとしている。平成16年に自らを代表とする外国人犯罪追放運動を NPO 法人として発足させる。平成21年9月23日に小川よりの部、白川勝彦、黒田大輔らと共に東京都内の屋形船で事故を壊滅戦勝祝賀会に参加した。同年、アりカドのブログ内で 洋食店パトラッシュを犬食を扱う店と誤解し、小規模ながら冒険地盤などで騒動を巻き起こした。平成22年9月まで在日特権を許さない市民の会の会員であった。大会以降も在特会とは共闘している。大倉出版の激論ムックに執筆していたこともある。平成23年7月に発生したノルウェー、連続テロ事件の犯人を支持するとと,ともに、 日本でパチンコや拉致問題などといった行為に加担する在日勢力の問題を関連づけて考えるように呼びかけている。平成26年1月19日には埼玉県で外国人の入国禁止を訴えるとともにヘイトスピーチを推奨したデモ活動を主催した。このデモ活動の告知文には言いたい放題、書きたい放題とされており、 ナチスを賛美する文章まで含まれている。当日には約30名が参加し、参加者はハーケンクロイツを掲げた。中国人が増加する池袋や集合住宅では外国人排斥を訴えている。また中国のことをシナと称している。主張としては徹底的な排外主義と近代社会への批判を行っている。行動する保守系の中でも異例なことに。 海外進出を図った明治以降の体制をも批判しており、鎖国を行っていた江戸時代への回帰を訴えている。また近年はナチスドイツの賛美を行い始めている。2016年に埼玉県川口市に転居。それに伴い、アりカドが運営していた NPO 法人外国人犯罪追放運動が NPO 法人としての地位を失って解散する。ありがとうございます。